ちょっと今仲間にグレイブスいたと思うんだけど、オーラ放ってなかった。ブラックセル好きだよそれ。あ、そういうキラキラしてる。本当だ。なんかこの雰囲気知ってるけど知らないな。そう、俺はね最初遊んだ時そう思ったんだけどね、雰囲気だけが同じなだけだって。あの、そう、雰囲気だけ、雰囲気だけだった。え、いない敵、敵いない。あ、こっちか。腰打ちのマガジンを変える。我々がリードする。同じところを2周してるだけ。わあ、もう変な足音に惑わされた。今ヘッドホンでやってんの？そうだよ。後ろでドスって聞こえたから振り向いたら前にいたわ。だけど耳を澄ませば結構いろんなところからね、音聞こえるもんね。ほんとそれ。ここ行けんの？これ。あ、行けた。はは。この前全然違うイヤホンでこのゲームやってみたら何も聞こえんかった。大事だよね、やっぱ。チーム2のブズムパックです。一人潰した。あ、そう、あ、そうなんだ。なんだっけ、旧モダン2といったら MP5 あったじゃん。あの、ラッチマンだっけ。はいはいはい。あれにね、課金スキンにモダンオフェア2の効果音に戦闘中全部変わるっていう面白いスキンがある。それはあの、銃声とかも全て？銃声もなんか、その旧モダン2風になるし。へぇ。あと、キルストゲットした時のあの、ジュイーンって音とかもなんか。え、最高じゃん。そう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 。敵の武器で拾って面白かった。俺は得意ではなかったけど、旧作モダン2といえばやっぱりインターベーションの銃声かな。うん、ああ、それで。バキューンとかいう音。上空からの偵察が必要。了解だ。武器はオール。任せろ。俺が先行する。任せた。後に続け。ダッ。やまって、やまって、ここやばい。ここやばい。さっきからスナイパーゴーストさんが。3人ぐらいいたの。あれ。やっべ。リッパーこんな強いの？あ、違う、リボルバー。リボルバー、これはもうオセロット先輩だわ。超強い。超強い。UAV で。上空からの偵察が必要だ。了解だ。UAV が配置についた。これ。消滅させた。やべ、波形砲だ。了解だ。絶対使えない。ああ、キルログなんか変わったよね。見失った、それ。前の方がぶっちゃけ見やすかったと思う。援護する。でもダメージを見えんの俺はなんか好きだわ。あ、そう？真ん中センターに表示してほしい感が。わかる。いや。グラインドが面白くなかった。ああ、やらかした。普通にこのマップグラインド遊べる。グラインドはね、面白くない。あれ、常に動いてないと死ぬやつでしょ。ああ、違う違う違う。あの、キャッシュを、あの、バンク。違った、そっちか。そっち回収するやつ。そんな、キャッシュをさ、バンクに運ぶのがさ、うん。日常業務だけにしてほしいわ。日常業務？ゲームでそんなことさせないでくれ。敵いな。いない。敵いな。リスポン変わった？めっちゃ足音する。どこ？危ない。あれ取れねえな、多分。おや。ヴィランらしい死に。あ、今ね、そこの真後ろの屋根上、かなりね、高所の屋根上に敵がいらっしゃった。知らん。もうね、めちゃくちゃ建物上まで登れるんだよ。なんか結構登れるよね。そう、結構登れる。オンリーアップ。あ、ま、
オンリーアップ上空からの偵察が必要だ。了解だ。宇宙まで行っちゃうけど大丈夫。いやまずいかも。インフィニットオフェアしちゃう。インフィニットオフェア。びっくりしちゃう。レーザーついてる。レーザーついてる。あ、投げちゃったよ。やべ。MP7 が強化されたって言うけど、強化前がどんな感じだったか まるで知らんから。なんかね、社訓で打った感じ、そんなめちゃくちゃ変わったって感じはしないけど、多分射程伸びたんだろうな、みたいな。なんか知らんけど。今のは危なかった。マガジンを交換する。売れる。いや、ファマス入れん。ファマス使いたいよね。みんな使ってるんだけど。何？カスタムしたい。仲間の V トール永遠に飛んでね。おい、強い。さすがホームランだ。ああ、ダーショット最悪。ショットガン系も別に調整何も入ってなかったよね。はい、ああ、なんだっけ、中間パッチ入ってなんか弱体してた。シーズン4で弱体したらしいんだけど見てない。え、使用した感じ別に何も変わった感じせんけど、ブレイソン800がそのままでいてくれるなら俺は何でもいいよ。あっ、おぶね。ああ、いけいけ。あれ、後ろ、後ろ2回。前にもいる。結構こう、マップ覚えたら裏取りしそうだよ。コンタクト。そう、なんかここね。やーべえ。めっちゃキルできてるね、マジで。ようできるわ。あ、ホームランだなんて。ホームランだ。ああ、サッチしかやんないけど、普通のモードでキル取れねえの。クソリスしたせいで、切れそう。レベル上がるの遅いな。全然リスポーンが分からん。はーい。すごい。UAVが旋回を始めた。キルを認める。ここだけ見晴らし良すぎだろ。マガジンを変える。そっちか。足音全然分からんかった。あ、どこに？あ、どうしたのか。今さ、MP7 びっくりするほど遠距離まで撃てて、びっくりした。いや、そうだよ。アサルトに勝てるからね、その武器。やばいよ。モダン3の頃の SMG を思い出すわ。あMP7。水で。ああ、びっくりした。じゃ、3人いるって。クライバーがよ。知らん。後ろ回れ、貴様は。回ってる。あーって本当にブレるなこれ。アップで。マガジンを交換する。家中一人入ってった。やっちゃいます。あ、奥いる。やっちゃいます。ナイスすぎる。はい。あ、待って。あぶね。あ、この。ああ。上空からの偵察が必要だ。了解だ。UAV が配置についた。やっと UAV 出したよ。キルができなすぎ。俺ちょっとはもうリボルバーの気持ちよさに気づいちゃったかも。強いよね。強い。よく戦ったからだ。まともにカスタムしたリボルバーじゃないのに。まともにカスタムしたじゃん。だってこれ武器庫にあったリボルバーで。マジで強いんだよ。マジで強い。マジで強いけど、お前は無双しすぎなんだよ。まあ我々フォルタックだから
今回もセブンです。ハードポイント、あ、ここじゃん。よっしゃ。あ、いや、とりあえず広めに動こう。わあ今の相手にもセブンがいるぞ。ちょっと何もいいし、処理、ここ入り口見るとこ簡単すぎるな。ここさ、もう見るとこ多すぎてさ、モニターに近づかないといかん。あ、もうプロゲーマーみたいに画面目の前みたい。伸ばせてくれ。じゃあホームランダーは変態になってるし。ん？あ、切れそう。ポイント入れよ、敵。いや、来てる、来てる。必要。次のハードポイントを確認する。来ねえな。来ねえな。ファーストハンド。なんだなんだ。絶対来る。ハードポイントを確認する。上か。なんだこのリズム。これいけるんだ。いけねえ。一気にしよう。もう味方ここから攻撃したと思った。ちょ、なんかそこら中に敵がいて全然進め。わかる。どういうリスクよくわからんけど、こっち。後ろに潰した。そこさ、出た瞬間射線無限になるから無理じゃね。そうだよね。あー、やばい。ちょっとストリークが溜まってるから安全策を取って次のポジに入る。右死んだのか。うわー、やばい。よし、そっちかよ。ウィドールゲットです。ナイス。攻撃システムの展開。どこに立ってればいいのかわからねえ。そっちか。こうだ。開けたところは閉じる。マガジンを変える。こうだな。ミラが開いたら音でわかる。なんかロング一人殺すとマガジンなくなる。わかる。マジで。はい。抜かれた。楽しいね。大通りなんか走れん。あー、V と、あー、墜落で誰か死ぬ。あ？マガジンを交換する。マジで見るとこ多い。マジで、こんなとこ無理やって。戦闘橋ばっかりで誰もエリアに入るからワンやん。まあ、マホじゃないしな。あの、この選んでるモードはそんなもんいいな。どっから登ってくるの。ハードポイントが移動する。対処。ここか。うわ、ここ車線の鬼じゃん。ハードポイントが移動した。誰か。ちょ、どっちから来るんだ。登るんかな。無理か。誰か。誰か。ちょっと無理かな。だいぶ無理かな。ポイントに入ってる方がスコア漏れてるのに、なんか負けた気分になってくる。負けた気分。負けるんだ。
え、なんて当たらんのあれ。うん、まあそれは負けるわ。どういう立ち位置。どういう立ち位置。単発弱すぎ。怖なかった。今エイムめっちゃ綺麗ってちょっと自分で思ったのに負けちゃった。あ、下手くそちょっと待って。俺もうグレネード投げるのやめよう。自爆でもしたんか。まあ当たり前じゃん。当たり前じゃん。グレ投げればすぐ自爆するから。すぐ自爆する。セムテックスにすりゃいいじゃん。セムテなんかさ、体感ね、うん、フラグの方が強そう。次のハードポイントを体感すぎる。いや、フラグの方が遠くに飛んでくよ。ちょっと、あ、なんか射撃ボタン。ちょっと 俺の人差し指違うとこ教えて。1人潰した。マガジンを交換する。なんだなんだなんだ。やばいやばいやばい。運チーム。くっす。大きいシステムを展開。マージで広いな。あ、ちょっと。マガジンを。うわ。マガジンを交換する。絶対いるよな。うわ、全然わからなかった。あ、閉じれる。次のハードポイントを確認する。敵やる気ないやん。ちょっと敵タイムゼロ。スコア持った人が抜けて、いや、スコア持った人がも抜けてるってことだ。なるほどね。もうこいつら入らんわって抜けたんやろ。いや、ちょっとハードポイントでチームデスマッチやられると無理や。